レッツ・サン・マンシーから超大物補強へ。マンチェスター式のフットボールディレクター、チキデ・ギリスタインが今シーズン終了後にクラブを去る予定。浦和レッズとチキデ・ギリスタイン氏の接触が確認された同氏とは具体的な交渉はないものの、将来的に浦和に携わりたい意向を持っている。ベ・ギリスタイン。式の人やん来たらエグい選手取れるんじゃね？ベップとバルサからずっとやってる人らしい。本当なら J リーグにとって良きことな気がする。来てくれたらマジででかい。今のフロントよりは間違いなく100倍良い元浦和の選手だから可能性は全然ある。この人どんな人？チキベ・ギリスタイン氏は現役時代1997-1999に浦和レッズでプレー経験があり、世界の強豪バルセロナでもプレー経験がある。スペイン代表選手でもあった。バルサとしてでテクニカルディレクターとかやってた人か。浦和に在籍してたし結構有能かもな。報酬を知っている人員は欲しいどうか具体的に話が進みますように。優れた組織はマネジメントにも金をかける。世界がそういうトレンドに乗っている。今のフロントより 100% やろ。チキと西野のトレードなら熱い。今の浦和には最優先事項。